はいいどううもありがとうございました最近新曲って買いましたかっていうアンケートですよ。ねえもう,思,う思い返しても思い出せないぐらい買ってないです。僕だってでもあれなんですよね曲に触れる機会が多いから<ー>なんかね一回聴いてしまうんですよね新曲でも仕事柄<ー>だからもうなんか聴いたからいいやみたいなところがあって。なるほど、うん、いや私は そもそもそそんなに曲に、うん、興味がない <laughs> 好き好きなアーティスト疎い,疎いっていうかそうなんですよなんかもともともうこの日本の J−POP はピークは高校生ぐらい、うん、高校生いやなんかねあれだったんですよ洋楽の方に目覚める中学生とか高校生だったんですよああいいじゃないですかだからもう J−POP って言っても,もう全然なんか聞いてなくて、うん でじあのその洋楽のピークも高校生ぐらいで、うん、大学生になってもあんまり聴かなくない、ね、何も聞いてないのじゃん音楽あ聴きますよ、うん、あのラジオとかつけるとやっぱり流れますから、うん、あ積極的にやれコンサート行ったりとかあそうなんですよこれがないんですよねだからいつもバルーンの中で選曲してもらって書けますけどわ、うん、からないのいっぱいあるんですよ うんちなみにどこで止まってるんですか高校生って J−POP だとあだから J−POP ですか、うん、J−POP は誰も引っかかってないです今えー、だから洋楽だと、うん、バックストリートボーイズとかあそこら辺ですね受験の時に聞いてたなーとかへ<ー>、はい、ええ小林ぐらいの年代って何が流行ってたんだろう流行ってたのですかはあ、はあ、小学生の時は、はあ ウインク？えー、そうなの？いやどうだ、めっちゃ背伸びしてると思いますでも。あ、そうね。うん、めっちゃ背伸びしてる。青いウサギとか。はい,はい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 。はい、坂井紀子さんとか。はい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 あれ、そうだっけ？<あ>え、違うから。その時小学生。小学生ぐらいじゃない？あ、でもそうか、そうだな。あ、うん、そうか？そうそうだな。俺多分高校大学。 なんで。ああ、そうですかね。多分これぐらいですね。うん,うんうんうん。もうそこで止まってんの?。いや、どうします?。相当止まってるね。ああ、そうなんですよね。だから、沖縄のアーティストは結構出てくるじゃないですか。はいはい。だから、沖縄のアーティストはかろうってわかりますけれど。うん、県外のアーティストとなると、もうついていけないところがあるんですよね。スピードが速くて。 あまあ、最近特にそうでだから県内のアーティストはそれこそ本当に仕事柄とかねスタジオ来たりとか、うん、話聞いたり会ったりとかするから、うん、そういうので辛うじてついていけてるみたいなところあるんですけどねで厳しいっすよねえなミスチルミスチル,ミスチルはいミスチル世代ですでもねはいミスチル世代もう大好きなお友達いたいそんなにハマってはいない はまってますよそれなりにいや一般的なぐらいはまっているそうそうそうカラオケとかそういうので歌ったりとかもありますし「モームス」とかもやっぱり一通り経験して「スピード」安室奈美恵ちゃんもちろん経験してますよだけどなんだろうな「今でもすごく」みたいなのはあんまないそうなんですよ残念ですよねえ持ってる CD は 持ってる CD もいくつかありますけど、うん、だから洋楽が多いんですよねバックストリートボイズあ,ありますあります他は、はい、洋楽アビレルラビンとかあその辺はもう全くおじさんがわからないわ <laughs> からないですね聞いたらわかるかもしれないですけどそうですね、えー、あとはなんか なんかねあれなんですよね。私曲聴きながら歌詞に聴き入っちゃうタイプなんですよ。うん、はいはい。だから日本語の曲だとなんか歌詞考えたりするしちゃう癖があって、はいはい。だからあんまり考えたくないなって思うんですよ。わかりますわかります。はい。だからあの洋楽とかだともうよく何言ってるかわからない音で聴いてるから、うん、心地よくって、うん、だから映画の BGM とかそういうのとかは買ったりするんですけど。インスト。 イ歌詞なそうんかね歌詞に邪魔されたくないですよね自分の思ってることとか頭がそっちに行くにはそうそうそうぼーっとしたい時に聞きたいからって感じなんですよもうなんか中学校高校かぐらいにサザンが新曲出すたんびにあれなんて言ってるばってなるからね歌詞帳見てから「あそうかこういう意味なのかこれは分からんなこれ造語だから絶対分からんな」ってそういう感じでしてよ でもそのぐらいがいいんですかね。どうなんだろう。うん、僕邦楽好きなんですよ。はいはい。それはなぜかというと、はい、歌詞の意味がわかるからなんですよ。うん、だからね、そういうのでね、きっと思いを馳せたりすると、そうそうそう、そ<れ>いいこと言ってるなっつって。そうですよね。それはそれで良さそうですけど、逆にね、なんか勉強しながらだから音楽聴く子とかいたんですけど。はい。 <え><あ>勉強できるのみたいなそういう場合は洋楽がいいかもしれないインストとかそうだから、うん、私はそういう感じだったんですよなんかもう曲とか聴いて全然集中できないみたいなうんそうそんな感じでした勉強の時に後ろで流してる感じなんだね音楽ってうん例えばドライブとかじゃなくてそうですねはあ<ー> まあ、今でも、うん、だから、運転中はラジオですし。うん、料理してる時は、なんか、スポティファイとかあるじゃないですか。うんうん、ああいうのつけたりするんですけど。うん、どれも、な、何聞いてたんだっけってなります。<あー S 1> 後から、今日、なんか、聞いた曲とかって言われても、思い出せないです。はい,は,いはい、はい、はい。目の前のものに集中するための B. G. M. です。そう、そう、そうですね。はい,はい、はい、わかりますね、うん。うん、うん。 すすいいいませんんやでよコンサートはじゃあ行ったことない感じですかありますよだからね前も少しお話ししましたけど福山雅治のすごくファンだったんですだからコンサート沖縄来た時行きましたし上がりはまはいはい上がりはま行きましたしやっぱり年代の時は安室奈美恵さんのコンサートも行きましたしちゃんと行きますよやっぱりはいえ 最近は行ってないないやいや現場行って「うん、わ」とかやるの「ジャン,わージャンプ」とかやったかな <laughs> <laughs> いやもう電ー,ー暑いじゃないですか <laughs> まず暑い野外はね野外。だからもう早く帰りたいなーい、ね、みたいなのがあってだから帰り車捕まるかなとかああそういう心配ばっかりするから、うん、なんていうんですかねすごく楽しんでっていうよりかはもう早く会場出ようみたいな。 せっっかく行たのにそうそうそうなんですよそういうところあってうんだってもう家でなんかライブ映像を見てた方が最高じゃん,んみたいななんで行ったばじゃんだからよそうなんですよ <laughs> ヒープさん <laughs> 福山雅治なんて今調べたら2011年ですよあもうこんなにもう10年以上前ですよそうなんですねはいそっかでもかっこよかったです遠目で見てもマシャは。 なんかね、僕の知り合いもそんなにファンじゃなかったけど、コンサート行ったらファンになったって言ってましたね。あ、本当ですか。この間、あの、アリーナでドリカム来てたんですよ。行きました。もしかして。行きました。行きました。良さそうですよね。ドリカムでしたね。あ、そうなん。ドリカムって本当にいるんだって思いましたね。ああ。ライブってこういうとこすね、本物だっていうね。確かに、確かに。 そう、感動がありましたよ。アリーナ涼しかったです。アリーナ最高やった。あ、やっぱああいうとこだといいんだろうな。問題暑さだな。そうそうそう、野外とかだとね。やっぱもう行けなくないですか、ヒープさんでも。自分で買ったんだよね。あ、はい。いや、まあ、確かにね、もう今だったらね。もう行けないですよね。特に夏はね、冬だったらいいかもしれんけど。いや、冬も行き感じしません。冬だったらいいよ。ちょうどいい、暖かくなっていいぐらいじゃ、多分。 まあ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  <laughs> まあまあそんなこと言い始めたらもう一番いいの家の DVD でしょそうそう,そう最高でしょう <laughs> 本当にお酒も飲めるしあ,あいうところね飲食禁止だったりするじゃないですかそうそうそう <laughs> なんでった場合 <laughs> いやそうなんですけどだから便利な時代になってね私としてはもうすごくいい時代ですね、うん、なるほどね <laughs> <laughs> いやで野外のまたねライブあらゆるあれ暑いのがいいんですよまた嘘ようん帰ってきてからもうデジー ヒンチしません。まあ、あの、あの暑さがいいんだよね。また帰る時にまたビール飲みながらとか、帰るのがあれが最高なんですよ。多分、いや、まあ、僕はあんまりやったことないですけど。はい、そういう醍醐味だと思いますよ。汗かくのが醍醐味っていうね。でも、ヒープさんもそのタイプじゃないでしょあんまりそうですね。野外のライブとか,行かない、ね。今、ちょっとね、いろんな方面の方に気を使って、そう言ってるだけじゃないです。 あの、そういう解説はやらない方がいいね、だから、変な解説は <laughs> 裏、裏事情というか。いや、そうか、いヒップさんもこっち側ってことを、こう、ねあ。あ、もちろんそうですよ。あ、よかったです。はい、いそれが分かれば、もう、<laughs> 今日は大成功です、はい。ありがとうございました。はい、どっちかっていえば、もちろん、はい、同じグループではありますけどね。もうはいえー、お昼のニュースは、報道部ニュースセンターから、小橋川由衣子アナウンサーでした。 えー、本日のアンケート最近新曲を買いましたかサブスク除くだから CD レコードでデータでお金出して買うっていうことですよね、うん。言われたらお金払っては買ってないかもしれんなあ。えっとねあのまあお仕事柄いろんな CD をいただいたりはするんですけどそれはあるんですけど、まあ、もちろん聞きますけど「買って」っていうのがなかなかないかもしれないですね。 時はです、ね、もう僕ミステリ好きだったんで全部揃えようさと思って一番最初のアルバムから、うん、買ってたんですよ新作出るたんびに買ってたんですけどなんかいつの間にか買ってないなと思ってはいうで CD でもないんでしょうね今ねだからねい、うん、きましょう1発目ここんにちはチュラですこんににちちはははですすアンサーは全然ありますの、A、まずずっと追っかけているゴスペラーズ シングルもアルバムも絶対 CD で買うよ今の時代 CD って相当売れてない限りショップに置いてないことが多いからネットで取り寄せないと手に入らなくなってきたさそうなの ?CDI って CD ないんだ今ええ嘘でしょして7歳5歳の娘たちが推している「なにわ男子」の CD も毎回買わされているさ なにわ男子はまだシングル二枚しか出していないけど先月ファーストアルバム出てから得点がいっぱいついてるやつで一番高いやつ買わされたさまあ私も娘たちの影響を受けてめっちゃ聞いてるからいいんだけどさなにわ男子死にかわいいひぶさんは何人かもわからんはずねじゃあひぶさん本日も時間まで読んだ頑張ってはいなにわ男子二人以上ですよね <laughs> はい複数ああはいこれ何ピンクいいですねなにわ男子 2 4 5 6 7 7人お7 7人おお、いいですねいいぐらいですよね数え切れるし7以上になるともうちょっとね「なにわ男子デビューシングル」は「初ファ,ファーストラブ」何「何ウブ,ブウブラブ」いいええな、はあ、こういうところなんだよな。 こういうところが最近増えてきてこれでなんでこんなやって読むばっていう <laughs> <laughs> ありませんおじさんたちどうですかおじさん <laughs> そうストーンズビ <laughs> <laughs> ブさんこんにちは9盆の日にちを間違えて今日から沖縄に来ています春あっとまく沖縄中毒です <laughs> 嘘でしょ嘘だよねはい暑いけど嬉しい暑さです仕事じゃないので あ夏休みなのかなしてアンサーは A です最近は山下達郎モンパチワニマのコラボ曲の CD を買いましたあと「トップガンのサントラも」も映画はまだ見てませんけどああ見てないんだ今日もレンタカーのラジオ聴きながら走ってますよそれでは今日も最後までよろしくお願いしますはい来お中の春アットマーク沖縄中毒さんありがとうございますう トップガンのサントラめっちゃ売れてるみたいでしょ。今のやつ。うん。あれだ。俺なんか世代が絶対買ってるね。ああ。いやあのまだ見てないんだったらぜひ見てください。はい。昔のもの一回見直してからもう一回見たらいいかもしれないですね。おおっていうところいっぱいありますね。ヒーブさんこんにちは。市場のあざとい牧です。こんにちは。アンサーははい買いました。思っ、ま、ただ。山下達郎さんの ソフトリーをパレットのタワーレコードで買いましたそのちょっと前にはアイモコさんの友達を買いましたおろ私は生活の中にいつも音楽がありますこちずさんだり絶対に見せられないけどたまに踊ったりもしますどこでどこで踊ってるんですか午前の部は何時からですかめっちゃ見たいんですけど <laughs> はいありがとうございます 山下達郎さんもう2人目ですね山下達郎さんってめっちゃ音にこだわるんですよねおそらくまあライブもそうですけどこの録音のあれもねめっちゃこだわるんですよねあそうライブ,ライブ会場箱というかあれもこだわるというねということはやっぱりこだわって今もずっと CD 出し続けているんですよねじゃあねサブスクやってないほらこういう人がやっぱりいるんですよこだわりのね 職人というかあ、はい、最近新曲を買いましたか CD レコードお金払ってデータなどなどうわツイッター見ても山下達郎さん多いな一生玉ノ夫ターリンさんもさっき出てた山下達郎の11年ぶりのオリジナルアルバムソフトリーパレットのショップで買いましたえー、テレビに出ない、えー、武道館カッアリーナ級でライブしない 本書かないに最近はサブスクもやらないそうです素敵ですよアリーナ級でやらないでかいくてあんま音があれだからっつって自分の好きな音じゃないからっつって,武道,って武道館やってないんだこのクラスなのにあ中野サンプラザが好き本人は <laughs> あこういう,言うとまたなんか語弊がありますけど <laughs> ああなるほどね サブスクやらないさすがですねやっぱすごいねはいはいサイヒ貧プつともですこんにちはお題の返事は B 全く勝ってませんきょんきょんが新曲出したら速攻で買えますけど <laughs> <laughs> おい年な,なんですよつともさんということはきょんきょんで止まってるってことだね <laughs> あれ姿涙娘で止まってるな多分な あはいありがとうございますえー、あ,のあの時って CD だった<や>中学校終わったレコードレコですよね俺最初に買った曲って長渕の長渕剛さんのアルバムなんですよ LP, LP そう当時 LP って言ってたんですけどえっとね タイトル何なったかなゆ雪,雪かなんか冬っぽいのでコート長いコート着てるジャケットなんですよ。あの,のやったかやあれを最初に買いました生まれて初めて自分でああめっちゃ覚えてる何だったかなあれね当時あのライブバージョンのやつとか死に流行ったんですよねジュンコとか歌うやつねそうそう。うん <laughs> マサオの膝枕がとってもハッハッハハみたいなデジ懐かしいガマガマさんはいサイヒープ兄貴こんにちはアンケート B いつから勝っていないのかもわからんさ今は携帯でも聴ける時代になってるから携帯で80年代の曲聴いてるやつさでは時間まで読ん八千葉両祭なるほどはいガマガマさんありがとうございますあこれですこれ 長持ちライブのそうだライブの LP だこれ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 最高やったんよ「つしいね機嫌直してつしい」ですよね <laughs> 最高この時代最高、うん、ほらやっぱ「今聞くにした」ってやっぱり80年代とかね昔のやつ聞いてますよっていう人も結構いますよねだからねうんやんばるの放浪者ヘビンこんにちは 早速でですすがアンサー B ですね以前は CD を購入する円盤派だったんですがこれ円盤派っていうの要はダウンロードとかじゃなくて、ま、丸いやつで買うやつー最近はスポティファイや YouTube ミュージックなどのサブスクを契約しているのでスマホカーステレオの Bluetooth につないで好きな曲や思いついた曲などを聴いてますサブスクのおかげで新曲の購入はしていません ここ数年で私の音楽の楽しみ方はだいぶ変わりましたがあと数年も経つとまた変化するかもしれませんねその時は楽しみですねそれでは時間までちまってくださいはいャンバルの放浪者さんは最先端のやつに普通についていってるな同世代ですよね多分ねちょっと上かなはいありがとうございますうんこれっていうのは要するに何が 決定的に違ううかというとい物があるかどうかってことですね。物があるのが CD とかレコードでもうね買って携帯の中身に入れとくとかがその一応ありはするんですよね。この要は何て言うのかな一回買ったら自分の携帯の中に落とせるってことですよね。あでもジャケットとか 歌詞帳はどうするんですか歌帳歌帳って言ってます歌詞カードこれまた別にダウンロードできるのかな別途えぇ、ー、嘘アルバムの中の1曲ずつも変えるわけまとめても買えるけどえぇ、ー、アルバムってあれみんな聞くからいいんじゃないのあれだってアーティストが考えてんじゃないの順番とかいろいろストーリー性も足してとか だって「ミスチルの深海」とかだってもうあんな感じだってさ1曲目がずっと考えられててへえこんな時代になってるの <laughs> ヒープさんデイさんみんなさんよろしくいンんでーすよ,よよよよろしくいンよなんか増えてない <laughs> <laughs> ヒープさんおかえりん今日のアンケート BC d 買ってないな長らくあでも新曲は毎日チェケしてるよあれで言われ Spotify あれサブスク上等絶対有料がいいよ どのサブスクにお金払うよりもいい一番元取れているヒープンさんも無料で使用して変な CM が入るって言ってたさ変なっては言ってないですよ <laughs> <laughs> C CM は入るけどねあのストレスなしで好きな曲を好きなだけ聴けるの最高だよ昔のから最新までヒューよろしくいんでしたはいええ賢明」ボブ・マーリーから BTS まであいいえな、まあ、僕も Spotify をダウンロードしてるんですが一応今無料版なんで定期的に CM は入りますね うん、詩におすすめのコメントが言うよどうですかっつってあのね CM 入らないっていう CM が入るんですよわかります <laughs> このプレミアムに入ったらこの CM が入りませんよっていう CM が流れるんですよ変なのと思って <laughs> おっと川崎のしおんさんがツイッターで「歌手帳」って初めて聞いた言い方歌詞カード 何ですか正解はあれあの CD に入ってる歌詞が書いてあるやつ何て言ってます歌詞カードうん「蝶」「蝶面の蝶」まあ、歌詞カード,歌カードか, <laughs> 歌,詞ードか歌詞カードだってるんだよね多分ねあい、いえなもう過去のものになってきてるのか歌詞カードも大事だな <laughs> あ そそうそういろんなこの解説がねついてたりとかねこの曲のとかで「誰々が参加してますよ」とかねあんなが書いてあるからあれ見るのも結構楽しかったんですけどねうんうちらはポイントおじさんこんにちは A 買いました4月に好きなアーティストの周年の CD セットを買いました CDDVD に復刻版のデビュー当時のカセットテープがついた永久保存版今8月ですよねまだ聞いてません4月に買って っていうか受け取っていいからそのまま段ボールに入ってます今日のティーサージのアンケートで思い出しましたありがとうティーサージ本当に好きですかこのアーティストのことま <laughs> う買って安心してんねん分ないつでも聴けるさっつって誰だろうカセットのテープの時代から活躍されてるアーティストっていうことですよね多分ね、うんねこれでも今カセットテープがついたとてもう飾りですよね多分ね保存用というか 再生期が多分ないよね。カセットね。うん。あ、でも一周回って若い人がカセットに興味あるっていう話もね、ありましたよね。えー、皆さん、息子は眉ゆ命です。よろしくお願いします。はい、こんにちは。今日もデジャージ暑い天気で汗だくになっています。アンサー A。ミーカも話していた、金城しおりホルキーズのツーマンライブで、金城しおりさんの CD とホルキーズの CD 買いました。ヒーブーさん、やっぱり生のライブ最高ですね。写メ送ります。っていうことで。はい。 息子はマユさんいさんは本当にもうねいい年をはじめ県内のアーティスト本当に応援してますよねああこれ俺 D 字キもやったんだよなしおりちゃんとホルキーズのツーマンうーんどっちもとあんまいですからねあ,ありがとうございますヘイヒープー皆さんごっくんちょ今日もエアコンダイエットの皮膚 y 風ですミネラルウォーターごっくんごっくんごっくんちょ 何エアコンつけてないってことかなもしかしてええー、やけや熱中症ラインどうやして一番新しい曲買ったのは魂さん率いるシャオロントゥー・ザ・スカイの「セブン」失うアーティストの曲はちゃんと買ってるよそうやって守っていかんとや冷やメ勝ちと奥手ク首里全ての被災地優しいィーフミさんねえはいありがとうございます魂さん聞いてるからシャオロンの CD 買ったってよィーフミさん牛乳も買ってあげて <laughs> 皆さんこんんここににちちはこれはハチでございますこんにちは今日から久しぶりの現場なのですが海中道路の途中でバイクのバッテリーが上がってしまって困ったことになっていますとえあんな誰も迎えに来ないようなところあららららアンサー A と言っていいでしょうか4月発売のアルバムを昨日買いました九州発のガールズメタルバンドで「ブライディア」というバンドのアルバムです。 つい最近メンバーチェンジがありなんとお友達の娘さんが加入しまして初ライブはサマーソニックその後ヨーロッパツアーだそうですあいいえな私と同じギターの先生に習っていたということもあって応援してますそれでは最後まで読んだ頑張ってくださいおお今時のパンクバンドメタルかメタルバンドっていう感じですねうん私と同じギターの先生に習っていた <laughs> 文化生ってことですねじゃあ <laughs> はい、これは応援したくなりますね。ツイッターでえー、っと勝子勝子さんが「山下達郎竹内まりや夫婦彼も使わんやーからいじらんぬ」ってユーミンが言ってたよ。<laughs> <laughs> 竹内まりやさんなんか娘のお下がりの軽自動車に乗って歩くってよ。まあね。 審議のほどはもう確かではないですけどねなんかこの情報 <laughs> いやだってほらあ歩いたらさワーキャーなるからでしょそれはあっちこっち歩いたらあんな夫婦であんな2人有名な夫婦で歩いたらワーキャーなるやし絶対玉ティさんイブさんこんにちはこんにちはアンケート B です勝ってないです 今はサブスクを契約していてていそれで聞いてますよ。CD 買ってた頃は発売前の予約特典とかがあるからまずは予約だけで CD 屋さん行って予約して発売日にまた行って CD と特典をゲットするみたいなことをしてましたよ実家にまだビーズのアルバムの特典ルービックキューブが飽きずに残ってるはずあと CD 屋さん自体が減った気もしますねでは確かになこんなのが楽しかったんだよね初回版限定みたいなねっ あポスターもらえたりとかさそんなのがあったんすよねうん、はい、ありがとうございますあこれはビーズのキューブもうファンは普通に持ってるんでしょうね多分ねうん「ヒーブーさんまだまだ暑いですがかっこいいですねお前ゆえびですこんにちは早速今日のアンケートを、B、もう全然買わらないですね高校生の頃はバイトをしてアルバムや 8cmCD など毎月のように買っていたな学校の帰り道にレコード屋さんがあったので当然のように通っていました」 今は好きな曲だけ買う感じなので、アルバムに収録されている名曲に気づくこともなくなりましたよね。それはちょっと寂しいことですね。では今日も楽しく聞かせてもらいますね。はい。お前ユエミさんありがとうございます。そうなんですよ。あの CD をアルバムで買うとこういうメリットがあるというか、やっぱりあのシングルカットされた売れたやつがみんな聞きたいんですけど、隠れた名曲みたいなのが入ってて、えこれめっちゃいい曲やしっつって、本当カラオケにも入ってたりするんですよ。よ ね、ミスチール特にこれ多かったなシングルカットされてないけどめっちゃいい曲っていうのがいっぱい入ってたな「は廃、い、材明日から仕事で震えているヒージャーパイ専愛便今日もいたしくです」「なんで緊張してんの珍しい」「して今日のアンケート B そういえば新曲ってカまんさ何で全部一緒だのにあとやチーム名も分かりにくいさオフィシャルヒ,ヒゲダンディズムなんかターもヒゲ生えてんしむしろキングヌーの方がヒゲダンディズムあるさ」 キープはまだキンググヌーって呼んでるって聞いたけど本当ねはいヒージャパイゼンさんありがとうございますやっぱおじさんが考えの一緒だなタームヒゲ入ってんやしって俺も言いたくなるんですよ、うん、キングのはもう僕は全然知ってますであのボーカルがヌーさんですよね <laughs> <laughs> あなたと教えぬがボーカルヌーさんで、ね、さねだからこの名前がついてんじゃないの <laughs> はいすみません さあ、1時になりました。T ーサージパラダイス。午後の仕事もですね、車の運転もぜひ安全第一でよろしくお願いいたします。えー、ババンのコーナー、面白いね。バナンが、どうしようかな。こちら行きましょうかね。はい、ラジオネーム、ルパンが愛した藤子ちゃんの、私にババン。誰かのツイッターで、ワンちゃんオッケーなカフェって書いてあって、私は、 ワンンチャスのワンチャンケー、OK、と思っていたら犬のワンチャンの写真が貼ってあったあワンちゃんって犬のことね、はい、この辺はイントネーションの問題になってきますけどね、えー、ワンチャンケーなのかワンチャンケーなカフェ <laughs> ど,んなどんなカフェやが <laughs> <laughs> 脳みそがそういう感じになってるからそう見えるんじゃないの <laughs> さあえー、この時間はゲストをお迎えしておりますマルチーズロックのギターボーカル森戸さんですこんにちはこんにちはよろしくお願いしますいやー一回あのー、酔っ払ってね <laughs> そうですねお会いしたことありますけどす、ね、<laughs> よろしくお願い,いしますの2回ですね <laughs> お会いしましたね <laughs> はい。 マルチーズロックはもう県内の皆さんは、ね、よく聞いたことあるかなと思うんですけれども結成してどれぐらいですか25年ぐらいですかね25年も四半世紀ってことですねすごいっすねいやいやいや、はあ、ちなみにモリットさん自体は、はい、いつから歌は歌ってるんですかあの子ののの頃頃かから歌うの好きだったん例えば小学校と 自分でカセットで録音して<ー>なんか歌っててから、うん、でもちゃんとギター持ち出して歌い始めたのは15、うん、中学校3年ぐらいの時からですね。 ほぼ同世代なんですけど、はい、ギター流行ってました、もしかして。流行ってましたよ。よ<ー>、うん、僕らの世代はもう長渕、ね。そうですよね。そうですよね。長渕弾けたら死にか夏か,にかっこい,いそうそう、夏祭りがめちゃくちゃ難しいんですよね。<laughs> そうなんですよ、懐かしいあ、あの頃にじゃあ、本格的に始めたということなんですね。 はい、でマルチズロック結成して25年ということですが、ここ最近はもう2年半、3年近くですか、はい、コロナの影響があって、うん、あんまりこのなんか、人たくさん集めてライブっていうのがね、ちょっとなかなかできなかったと思うんですけど、はい、どんな感じで過ごされていましたまあ、もう仕事もできない状態だったし、そ、うん、したら、酒飲んでるじゃないこのナイスハスキーボイスの熟成ってことですね、いえいえじゃあ。 であとはもう、まあ、お客さんを入れてのライブはできないかもしれないですけど、うん、まあ音楽は止めなくていいので、うん、要するに客がいなくてもまず歌うのが好きだからバンドやってる音楽やってる部分なんではい、はい、自分一人で,でもおうちで歌ってたりしてましたけ<あ> <laughs> <ら>えー、本当にじゃあ歌うのが好きなんですね好きですねはいはちなみにこの森田さんこのハスキーボイスって昔からですか、はい まあ最初はボーイソプラノみたいだったんですけど <laughs> 変積前はそれでお金がないところで、うん、スタ今みたいなリハースとかがないところで、うん、自分の家とかで練習してたんですよ、うん、ギターもベースもドラムもアンプつないだりドラムでかいでしょ、うん、ボーカルだけなんかないから生声で歌ってたらこんなになって <laughs> 負けないようにってた2つ <laughs> 結構じゃあでかい出してたって言ったらそううことなんですねそうなんです いや今やもうマルチーズロックって言えばもうこの声っていうもの,の代名詞になってますからねめちゃくちゃ激渋の声なんですけど<笑><笑>はいさあ4年ぶりの進歩となる CD アルバム「はい、人類感」<観>「感」は見る観光の感ですねっていう感じが当てられてますけどこれまずタイトル、まあ、タイトル曲も中に入ってますけど、はいまあ、人類感ってこ、まあ、タイトルというかな、うんでこのタイトルにしたのかっていう。 まああ演劇でね<れ>そ<う>やられてますけどこれであのまあいろんな人たちのこう、まあまあ、変な言い方しても見せ物小屋みたいに言られてでもその時に今のこの世の中こう分断とか差別とか、うん、なんかいろんななっててその中でまあ人類間事件に持ち、まあ、夢ってはなってるんですけど。うんあの 今こ,そ、ね、この自分たちが生きてる人間として生きてるねこの観念みたいのを考えたいなみたいなでこの「人類観」を館からこのあれに書いたんですけどね。うん、んなんかこの 考え方の時に例えば静止感とか、はい、いろんな時に作るあの時の感っていうそうですね人生感とかそうなん,なん,なんですねそういうことなんですね、はい、でまあタイトルについてる曲も入ってるんですけれどもこの人類感って何曲入ってるんですか何曲ーっとこの全体の、はい、なんていうのかなコンセプトみたいなのもあります、うん コンセプトはそんな考えてアルバム作ってないんですけどうん、うん、出来上がったらこんななっちゃったみたいな感じで、うん、まあ自分もうちンんュースから根本にあるのがやっぱり沖縄だから、はいうん、ちょっと沖縄の思いとかそんなのがこのアルバムの中にいっぱい詰め込まれてると思うんですけど。うんうん こうやろうと思ってはコンセプトはそんな考えてないですね全体としてはじゃなくてまあ一曲一曲大きなことを歌っていったらそんな感じになってるっていういいですね作詞作曲大体森さんが担当してるっていうことですけど、はいはい、なんか僕もこのアルバムを聴かせてもらいましたけどまあチラシとかフライヤーにも書いてあるんですけど、はい、無国籍で多国籍っていう、はい、もうロックからパンクから島田からジプシーフォーク演歌歌謡曲みんな入ってるっていう、はい もう節操がないんですこれは何か特別に何か一つのジャンルに絞らないこうやさみたいなところもあるんですか <laughs>、はい、いやそれはあの絞らないこうっていうか、はい、やっぱり音楽は音楽ですし何、はい、かこう縛られたくないいっていうのはありますよねうんうん、うん、その時自分が思いついた感じの曲なじですね。はいは でもまあ、いろんなねジャンルの曲っていうことなんですけどでも音聞いたら一発でマルチズロックってわかりますよねああだからなんか自分なりに噛み砕いて消化するのが大切じゃないかなと思いますよね。であのこの歌詞もね聞いてうあの僕さっき歌詞帳って言ったら笑われたんですけど <laughs> 歌詞カードですよね <laughs> あれもあの見せていただいたんですけどななんていうんですかね 沖縄のことを歌ってるんですけど、はい、時にこのめちゃくちゃゃく皮肉いいってまあそれは沖縄のことを思ってなんだろうなと思うんですけど、うんうん、で沖縄のことをちょっとなんか一歩引いた感じで、はい、こんなじゃないあんなじゃないこんなところもあるよねみたいな歌詞も結構あったりするんですけどあ,ありがとうございますやっぱりこれ根本に、うん、まあ、まあ、まあ沖縄愛するがゆえだとは思うんですけど、はい、ちょっとなんか。 皮肉も言ってやろうやっさみたいなところがあるんですか皮肉も言ってやろうやっさはいっぱいあると思う <laughs> <laughs> それがちょっとね、うん、マルチスロックのなんかやっぱりカラーというかねあ,<ー>あれですよね、はい、あ普段からじゃ割と沖縄のいろんなことをこれはこんなじゃないなとかここはいいなとかあ<ー>いろいろ感じてるんですねいやそうありますよねなんかね、うん、それがなんかもう政治的な問題だけじゃなくても、うん、なんとなく 風景ででもも、ねはい、の歌も入ってたじゃないですか僕はもうおばあちゃん子なんで<ー>とってもいい歌だなと思ってあ,ありがとうございますでもほにあらゆる早いテンポのも入ってるし、はい、ああいうなんかバラード的なのも入ってるし<ー>ちょっとなんかブンパブンパ,ブンパみたいなね,あ,ねあんなのも入ってますいろんな曲が入ってますよねなんと まああれなん,竹子なんであれなんですけどたきさんがう滝ひろみさんが入ってる俺ずっと聞いてていつ出てくるのかいつくあ出たと思っ <laughs> あここで出るんかと思って優しい声でね、うん、優しい声であんあまあちょっとこの「おばのーのもり」歌ってる時には、うん、滝さんだなと思って連絡したら、はい、あの喜んで受けてくださいいやぴったりハマってましたね、うん、あそうか まあ、あのこの生まれる瞬間っていうのはまあいろいろものづくりに共通するあれなんですけど、はい、人によってはこう降りてくるとか歌詞が降りてくるタイプと、うんうん、う書きながらうんうん言いながらこうでもな、ね、いあでも、ね、まあこれ違うやつさもう捨てようとかいろいろ試行錯誤しながらやるタイプがあると思うんですけど<ー>森さんどちらでもう降りてくる降りてくるっていうか<ん>パーンって現れるんですよねいきなりパーンって。 はあ、ふわでも常に常に日頃からこう使用加工とか曲を作ろうとか意識はしてますけど、うん、で同じ a ー弾いてもこの a ーの響きがガンって変わる時があるんですよそこからバーンって生まれてくるの連続でもバババババッやっぱ降りてくるタイプなんですね。うん、ということはこのなんか作品作るあたっていうのはなんか苦しみとかっていうのもあったりします、はい、苦しみってそんんなな感じのことないんですけど、うん あのできない時はやらないですああ一番シンプルな理屈だな <laughs> そ,うそうなんですいやこの辺のねやっぱちょっと力の抜け具合というか自然体っていうところが一番いいのかもしれないですねそうですねどうなんだろうわからないけど<ー>できない時はできないから <laughs> 無理やりやってもしょうもないことしかできない、ねうん、そうなんですよねそうか逆にこの楽しみというかはい 曲とか作品ができた時のの楽しみっていうのもありますうん、うん、一番はまず僕が曲作って、うん、あとメンバーに聞かして、うん、これメンバーがまず気に入らないとこの曲は進んでいかないですよねまずメンバーが一番最初に僕の審査をするわけです、はい、でそこからこの曲を作ってメロディーに乗っけてこう、うん、パートパートのアレンジして構築し,としていく時がもしかしたら一番楽しいかもしれない。 作ってる作業がああでもないこうでもないこうなったらいいんじゃないかみたいなかるなもう出来上がったらもうライブとかお披露目会ですけどねだから出来上がるまでの工程って楽しいですね何かこれメンバーに披露する時っていや別に緊張しないですよまあ聞いてできたんだけどつって別に緊張しないですか 自信があるんです。の <laughs> この辺がやっぱ違うんだな。<laughs> この辺が違うんだ。これ正直このメンバーに、うん、いやこれこれあんまりやったとかって言われたこともありあります。言われたことがね。あのメンバーだけじゃなくて、うん、僕の唯一の悩みが。なんか名曲しか作れないんですよね。死にかっこいい <laughs>。誰か駄作の作り方を教えてほしいんです <laughs>。 <laughs> もう今、ラジオ聞いているもう若手のミュージシャンとか、ディチャンスがやなかったって思ってる人いっぱいじゃないですかね、めちゃくちゃかっこいいじゃないですか、<laughs> <laughs> これ、言い切っていきましょう、それは <laughs>。わかりました <laughs>、ね、本当そうですよ。いや、素晴らしいですね。はいということで、そんな人類観のアルバム発売記念ライブがあるということで、8月の21日ですね、日曜日午後5時、開演とい、はい、場所が桜坂劇場と。 いうことですね。料金が前より2500円、当日3000円ということで、はい。どんなライブにしたいっていうかなんかあります？そうですね。今までまあコロナの中でそんな大きくできなかったんで、うん、久しぶりですか<う>じゃあ。爆発させたいですね。ああ、このまあ感染を爆発ではないです。あ爆発そうそそ,そうでしょ <laughs> <laughs> 音楽のね情熱をね <laughs> 爆発ってことですけど 時間中ってなかなか集まってじゃあ練習するかみたいなことはなかなかできなかったりするんですかいやまあたまにやって集まって,まってあと配信ライブやったりとかなるほどこれはこのライブの何て言うんですか稽古っていうか、はい、あれをがっつりやるんですか、まあ,そそあライブの稽古もこれは CD 終わった後の、うん、あのライブですから、はい、もう CD 作るまでさんざんやってますからね、うん、だから まあ一二回合わせればみんな手だれがいい <laughs> 多いんでメンバー信用してるすんするじね。ああそうか。僕が忘れてないから、ね。ご <laughs> <laughs> めん大吉ますごめん <laughs> <laughs> えっとですね。リスナーさんからメールが来ていて、え森戸さんはじめましてルパン返した藤子と言います、はい。森戸さんの声が大好きです。 マルチーズロックの CD2 枚持ってます「お<う>レコアツライブ行きますね」<ー>えー「その時に人類がも変えたいと思います楽しみにしてます」ということで新聞も読みましたっう, <laughs> あ,うあの日報にね記事が出てましたねあ、はい、あそっかどうですか行きますって来てますよあ,ありがとうございます,すう、ね、ーサービスします <laughs> ど,どんなやってよみたいな <laughs> <laughs> すごいな <laughs> 特になんか思い出のある曲というか まあ全部,全部そうなんですけど、うん、まあタイトルになってる人類観とかも、うん、あの詩を書いてる時にな切なく、うん、まあオバーの曇り歌も切なく、うん、ま,まあみんなですからねそうですねいい歌ですねうん、うん、このねなんてまあまあ凡人が絶対わからないこの A という言葉と B という言葉普段これくっつけないよなっていうのがいっぱいありますよねああ ね、文章的に普通くっつかないよなっていう、はい、造語っぽいのがいっぱいあったりしますよね造語ね作ったりするんですよ、はい、それ好きなんですかやっぱりそういう好きなんですよでこの前の,あの CD で、はい、勝手に「島カルチャームナっていう妖怪を作ったんですけど島カルチャームナ、うん、あの島のカルチャーの基準ムナみたいな妖怪を勝手に作ったんですけど<お>みんなそこに触れないんですよ、ね<お> <laughs> <laughs> 本当にあるものだと思ってわからないから聞かないのかなと。<laughs> これ俺が勝手に作った言葉なんだけど。誰も突っ込ま,んっっっ込まない。突っない。<laughs> 僕は突っ込ますよ。これ何ですかっ,つってね。ああ、いややっぱ言葉のね並びがね、うんまあ強くもあるし、面白くもあるし、<ー>独特だなって思いますねあ。ありがとうございます。かはい皆さんぜひ、これはもう CD も発売しているんですね。発売してます。はい、えーはい、人類感。 皆さんぜひ聴いてみてくださいということですねはいあっという間にあそうお問い合わせ先じゃ連絡しておきますね桜坂劇場です09886095550988609555 09番となっております森戸さん緊張とかしますししまますすよ本当ラライイブブととかかでもライブ前とかえ うん、だからちょっと安定するために、うん、ちょっと仮をつけはするんですけど <laughs> <laughs> つけすぎてダメになったこともあるんですけどね仮 <laughs> つけずすぎて力が入らなくなった <laughs> 確かにそんなイメージありますね <laughs> 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 まあでもね歌う側も聞く側もね、はいーヤンベでライブできたらいいかなって思いますよね。<laughs> そ,そうですと、はあ、いうことで。 もうごめんなさい僕ずっと話聞いていたいんですけどあっという間のお時間なんですよ、はい、なのでめちゃくちゃファンの方もたくさんいると思うのでラジオ聞いて皆さんに一言お願いしてもいいですか、はいえー、じゃあ 今度の日曜日8月21日に桜坂でライブやるので来てください、はい、そしてアルバム人類観も買ってください <laughs> よろしくお願いしますなんで笑ったんですけどストレートで素晴らしいメッセージですよ <laughs> <laughs> はいということでこの時間のゲストはですねマルチーズロックの森戸さんでした森戸さん最後にじゃあ曲紹介もお願いします<あ>はい。じゃあマルチーズロックで人類観はいどうもありがとうございましたありがとうございました 「たばこの煙を」「嫌がるあなた」

降り注ぐ」「どの花見ても綺麗だな」「海を越える言葉を探す」

「だからロマンスを紡ぎ鼓動をつなげてきた」「髪がちがえの一日は降り注ぐ」「どの花見 かっこいいいですねはい、マルチーズロックで「人類観という曲をねラジオから浴び出しましたけど皆さんぜひ CD 聴いてみてライブにもね足を運んでみてください。あのー、な,なんていうのかな、ま、例えば沖縄とか栄町とかそっから発信してるっていう感じがとっても伝わりますよ。うんでかっこいい。はいぜひ皆さん聞いてみてくださいはい。 ではアンケート戻りまして最近新曲買いましたがサブスクじゃなくて CD レコードもしくはお金払ってダウンロードとかはい申し上げますすいいでこれねとっても近しい人も「ピープーさん」って書いてくる時あるんですよ多分変換が北風ピープープなってると思うんですよだ北風の方が有名なんですね僕より <laughs> <laughs> もちろん CD 買います 好きな曲はウォークマンに入れて聴いたりウォークマン寝る時の BGM にしたりとね寝る時は CD に限ります車でも聴いてます最近購入した CDBTS ストーリーキッズ気に入ってもっと聴きたい時に購入お伊沢由さんなんと60代半ばっていうことですねすごいですね BTS!? ああいやでもね BTS、いろんなアイドルいるじゃないですか。で、BTS やっぱり別格っすよ。あのダンスって多分どのアイドルでも一じゃないかなと思います。まあもちろん歌もそうですけど、きれきれでもデイジピッタラっていじゃないですか。あのレベルなかなかないと思いますね、はい。皆様こんにちは。東京都足立区のポンケンと申します。よろしくお願いいたします。はいこんにちは。東京の方が沖縄より暑いなんて不思議ですね。 さて今日のアンケートのアンサーは A です先月ディーンの新曲「THELASTJANUARY47 の扉」を買いましたラジオで流れていて気に入ったんですが配信ではなくて CD を購入しました注文して CD が届くのを待ったりプレイヤーに入れる時のワクワク感がとっても良かったですあこれも確かなるんだな作業一連の作業これが楽しいんですよ CD 出す。トレイ の上に置く、はい、引っ込める、再生みたいな。で、コードだったら、またこれ磨くっていう作業が加わりますから。回転数合わすとか。まはり替えるとか、こんな。わざわざやることがいっぱいあるんですよ。アナログって、これが楽しいんですね。ディーン。うわ。まだ活躍されてるってことなんですね。すごいね。あ、バラエティよく出る。あ <laughs>、そうね。はたが20歳、二十。 20代の頃ですよねすごい皆さんこんにちは名古屋からケビン・メロンと申しますこんにちはおお今年は安全地帯が40周年玉置浩二さんがソロ35周年なのでファン投票によるベストアルバムも注文しました届くのを楽しみにしてますよこんなのたまらないなベストベスト最高 もう俺今一番欲しいの松田聖子ベストだに初期の頃のは,はいありがとうミスチルベストとかあったらもう絶対買えますあるよね多分ね玉置浩さんの聞きたいなはいえー、お椅子飛べない鳥はただの鳥ペンギンですおイスお題 A 嫁ちゃんが某ジャニーズグループの CD を買ってます俺に隠れてファンクラブにも入りましたかっこなきこれで俺のファンクラブ会員はゼロになりました ヒープさんのファンは何人いますか？じゃあまたね。うん、面白い書き方ですね。うん。入会してました。そもそもこれから確認してですか？俺のファンクラブに入会はしてました。本人に確認しました。<laughs> はい、ありがとうございます。あ、でもこれは面白い返しだな。ジャニーズのファンクラブ入ったわけ。じゃあ俺のファンクラブもゼロ人さっていうのな、ね、いきな返しですよね。 まあ相手が笑うかどうかは別ですけど、<laughs> <laughs> 皆さんチャーガン中今日も聞いてますセチョロスケッスこんにちは。今日のアンケートは A です。買いましたよ。キンプリのアルバム買いました。ただし娘へのプレゼントのためサブスクなどでダウンロードしたらって聞くがやっぱり歌詞付きで現物がいいみたい。自分がそうだったから文句は言えないが高くつきます。はい。ディレクターからキンプリの正式名称わかりますかって。 来てるんですけど、キングプリンスですよね。はい。複数です。犯人は複数です。はい。五。ああ、なるほど。うーん、うん、三、四人からは大勢でよくないですか？<laughs> <laughs> わったピンクレディーキャンディーズでも多いなって最初思いったんやほんとだよ <laughs> こんにちはエピ子さん堺の敬三親指こんにちはアンサーへ今年の3月に延期延期続きでやっとあいもこさんの初ライブへ行きましたチャーハンと餃子付き美味しかったですライブ後あいもこさんに会い CD を購入してサインも書いてもらいましたお時間までちってくださいやってましたねえ天物でしたっけねえ そうかチャーハンと餃子も配ってたんだ食堂やしもこっちがメインだった,っだったどんなやん <laughs> いいですねやっぱあいもこらしいライブだなはいさあやってきましたよ「昼ボケ」のコーナーということで今日もね一番面白いベストギリスト決めますよはいお題あなたの不満を五七五にしてみてください 非常にいいお題ですし割と参加しやすいんじゃないでしょうかはい行きましょう本日一発目丘の上のビーチクリーンさんの「あなたの不満」を五七五にしてください「<music> 弁当やウインナー開きずるくない」ウインナーが2本入ってると思ったら1本を縦に開いていた2位 <laughs> <laughs> かないや1だ ってね <laughs> まあ、タコさんウィーナーの半分ってことです,ですかね。多分ね <laughs> よ,よくこれ読んだな <laughs> 続きましてシャバドゥーンさんの「あなたの不満を五七五にしてください」「レジ待ちで俺をカートで押すおば」「レジで並んでいたら後ろからカートで俺を押すおばあげたけど俺を押しても会計は早くならないよ」「でじゃサさよりや」 ちょっとずつええへくしえへくしえやーっつって <laughs> いや俺押したって会計が終わらないと <laughs> ちょっとガンガンってやってるしね <laughs>、えー、ヒージャーパイセンさんの「あなたの不満を五七五」にしてくださいティーサージ「遅れど何もくれはせず」なるほど。 これはじゃあ一回あの後で住所氏名連絡先け全部バラしましょうね <laughs> <laughs> はいありがとうございます <laughs> すいませんねなんか続きましてエロザエルさんの「あなたの不満」を五七五にしてください <music> 猿逃げる俺の携帯になあっはあこれあれだあの <laughs>「 ね、ニュースであの子供の国から猿逃げた時にひっちり電話が来るっていう。<laughs> なんて言いたいのかなえあれマーニっトか分かるかなのかいやマーニいるバーかな。<laughs> いやわったわこ子供の国じゃないよやあれ俺じゃないよやっていうね何であっちから逃げてからやあの配送の仕事しないといけばっつって。<laughs> 面白いな 続きましてたまてろさんのあなたの不満を575にしてください花火はねスマホで撮るな目で見よう、うん、スマホで撮った花火見返したことないああ確かになこれね花火だけじゃなくてあのー、運動会とかねあんなのみんなもうファインダー越しにしかみんな見てないんですよだから拍手があんまりできないっていうね片手塞がってるから あんま良くないですよ、ねまあまあカメラ係と応援する係は分けた方がいいかなと思いますけどねルパンが愛した藤子ちゃんの「あなたの不満」を5七5にしてください <music> ラス1のキッチンペーパー5日目だは使い切った人が買えるんでラスト1枚になると誰も使いません <laughs> 死にはごだなこれありはするんでしょ買話。会は。 けえしぶむもんや絶対俺が買えないっつってこれ最後に使った人が買えるから使わん,んでね普通のティッシュ使うじゃないですかキッチンペーパー意味なさいや <laughs> 死に意地張ってるなおまゆえびさんの「あなたの不満を五七五にしてください」「<music> 帰宅して座りっぱなし大仏か?」 すいませんなんかすいませんもう立ちっぱなしでもまた何か言われるんですよね多分ね仏像かって言われる今度はね <laughs> お地蔵さんかやって言われるの多分ね <laughs> なんでみんな仏関係なのかな一 <laughs> 番 <laughs> のあざとい牧さんの「あなたの不満を五七五」にしてください「青空に五秒のスコールシーツ濡れ」 本当に雨雲に言いたい5秒降らしたからって何なの嫌われるだけだようん、うん、いやだからといって長時間降らすかって言ってはまたそうでもないしフラすなってことですよね干してるときは、うん、多分雨雲にした見れ見とけって言いたいんでしょうね多分ねわね微調整ならんどうやっていうね青切みかんさんのあなたの不満を575にしてください 冷凍庫、釣り餌ばかり、ジャーはばかい、うん。あと一個。魚ならまだ食えるのに食えぬ餌。全部釣りだな。あ、なるほどね。うん。なんかすいませんでした。本当に、僕もこれたまーにやるんで、<laughs> ばっかりではないで。餌ばっかりではないですけど、たまーにね、やったりするんでね。うん。あ、そこにして回答しようかなと思ったら餌だったっていうね。<laughs> えっつって、誰かこれ入れたのっていう。はい ラストルパンがいした藤子ちゃんの「あなたの不満を五七五にしてください」「愚痴っぽく自慢してくるあの女」「ウリヒャ藤子ちゃんのこの同性に対するディスリが始まってますよ」 どういういことかもう本当にさうちの彼氏ってわじわじするってばなんかもういちいち私が出かけた時必ず電話かかってくるしどこにいるのかって向井に来るってばみたいなことですよね。<laughs> いややこれ自慢やしっていうねはいおじいちゃんこのシリーズ楽しみにしてますよ。<laughs> もっとあでるでしょう。るでしょこれね はい、といいととうことで,で揃いましたじゃあですね本日のベストオーギリストは CM の後発表しますのではい、コマーシャルさあでは本日のベストオーギリスト決めますよあなたの不満を五七五にするということでラス1のキッチンペーパーパ日目だ、はい、これはあの最後の1目取った人が変えないといけないから誰も取らんくなるっていうねこれこのうち、えー、15日目だ30日目だってなって次またトイレットペーパーが ね、3日目だってなるっていういやどうしてるかじゃ <laughs> っていうねはいえー、これもいいですね味わい深いなシャババドゥンさんレジ待ちででをカートで押すオこのうちはだんだん慣れてきたオーバーはよこのカートによなんかあのごぼうとかターチ出してからよ前にこれでジキッジキッってやるからねえー、兄さんエクシー 俺じゃないんだけどな <laughs> 俺が早くして遅くしてるわけじゃないんだけどなつっ,ってね <laughs> はい今日一はですねまあ若干自虐ネタではあるんですがいろんな人に共通するかなって思うんですよエロザエルさん猿逃げる俺の携帯なぜになるえ、猿逃げてるみたいだけどいやわからんかっていうねなんでやわに聞くばっていうな馬逃げた時は僕が皮膚みんさんに出てきますねあ、馬逃げてるってよ <laughs> いや、マーニールバーっていうね。はい、ありがとうございます。これいいですね。ああ、素晴らしい。はい、ということで、まだまだね、あなたの不満を五七五にしてください。で、ボケてください。よろしくお願いします。さあ、では、アンケート戻りまして、最近 CD とかレコードとかで、新曲買ってるかっつって。はい。初戦42歳です。はい、こんにちは。B。 な買ってないですね初めて買ったのはシャランキューの空を見なよののみの一枚ですねあとは X とかルナシーとかラルクとかは基本カリパクよく堂々とかけたなや <laughs> それからは全てダウンロードですね最近はセカオアの「ハビットヒープーさんの好きなティッシュトックでバズってるやつですよそれと僕的に漫画全巻積んでビーチに行くのはなしですこれ誰のことかなはい ヒーブーさんは聞きたたいいい曲があっっらオーケストラにお願いするっていうねあ日曜日のじゃあ3時に来てちょっと演奏してくださいっつってねワッタイヤーでねうーん入るところがあるわけよまた5人編成のオーケストラがね何ねティッシュトックってエロだけやってるティックトックってことですかね多分ねえー、こんにちはいつも楽しく聞いてますのがポンのゆうちゃんですこんにちはアンサー B です。 最近の曲全然わわかかかりりまませせんんしもも買い方もわかりません最近は CD 以外で曲変えるんですよねスマホの中で完結するとかはあもう新曲買うこともできないのカぽんのゆいちゃんも近い世代ですかいやだいぶ若かったですよね確かねいやぶっちゃけ僕もやり方がわからないんですよ携帯で曲を買うっていうまあや,やったら簡単だと思うんですけど多分うーん なこれにこれにミスチュルのアルバム入っていてもなーって思うんですけどあデューティーのアルバム入ってるやそういえば、うん、はいはいあれパソコンから撮ったんだったかな、はい、あれも CD で持ってるんですけどはい